はい、今回はこちらヨドバシキャメラということで、特に関係ないんですけど中身が問題なんですよね。はい、こちらがスイッチ用の立て持ち専用アタッチメントというものになりますね。以前ね、フリップグリップというものがありましたけど、こちらは日本のアンサー株式会社からリリースされたものになってますんでね、日本語のサポートが受けられます。こちらはフリップグリップですね。まあ、海外で販売されたもの、まあ、日本でもね代理店がありますんで売ってましたけど、長らくね品薄でした。で、まあ、こういったねフリップグリップというものは縦持ちの救世主だったんですけど、ちょっとね自分こうやって改造しちゃいました。縦横どちらでもスイッチができるというねフリップグリップ階段ですけどまあそれは置いておいて、今回ねまあ日本のアンサーさんからついに縦持ち専用アタッチメントが登場しました。ポイントはフリップグリップでは対応してなかった有機 EL に対応してますね。あとはロック機構やスタンド機能、あとスイッチ本体への充電給電にも対応しているのが今回新しいポイントになってますね。まあそういった意味でフリップグリップを正当進化させたものと言っていいんじゃないでしょうか。ということで早速ね、こちら開けてみたいと思います。これちなみに2000円ちょっとですね、2500円ぐらいだったかな。5月の31日発売となりました。やはりプラスチックの塊ですね。まあ下手するとダイソーさんあたりからね似たコンセプトのものが出てきそうですね。まあおそらく充電コネクタは排除してプラスチックだけだと思いますけど、まあなんかすぐ作れそうな感じがしますけど、まあ素材はですねフリップグリップよりは若干チープさはありますけどね、基本的なところは抑えてあると思います。傷つかないようにね、なんでしょうこのフェルトみたいのがついてますし、まあ全般的には旧大点だと思いますよね。まあ普通にプレイする分には問題ない感じがします。ということでこれね、標準で縦向きテーブルモードにもなるスタンドがついてるのはちょっと大きいですね。で、3段階に角度調整できるように穴が開いてますね。で、ゴム足もちゃんとしっかりと2つついてますんで、まあそう簡単には滑らないように興奮しても大丈夫といった感じですね。で、しっかりとこうロック機構もついてますんで、引っこ抜けるということはないです。はい。まあ、振り回せばわかりませんけど、まあ、通常の仕様であれば引っこ抜けません。このようにね、開きます。まあ、開く理由は、USB Type-C にね、スイッチのコネクタ刺さなきゃいけませんので、そういった意味で、ちょっとね、開くという機構がついてると思います。これちなみに充電されると言っても、ジョイコンにはね、充電されません。さあ、ちょっと、フリップグリップとね、比較してみたいと思います。ちょっとね、正規のフリップグリップとはちょっと違くて、一つこうジョイコンのガイドレールがついちゃってるんですけど、まあこちらかなりねしっかりとした作りになってます。まあお値段ね実はそんなに変わらないんですよ、両方ともね。まあなかなかこちら可愛いんですけど、まあそれの日本のサポートが受けられるバージョンと思えばいいんですが、いろいろとね進化してますんで、今回はその辺をねチェックしていきたいと思います。では早速ねスイッチ、今回は有機 EL バージョンと接続してみたいと思います。フリップグリップは有機 EL 非対応なんですよね。ちなみに刺されましたけど、ちょっとボリュームとかその辺にね接触してしまって、音がなんかバカでかくなっちゃうんですよね。今回は有機 EL に対応してます。はい、このようにきっちりと刺してギュッと押し込んで、ここねしっかりと隙間が出ないようにしたらロックします。そうするともう抜けません。バッチリですね。そうしたらジョイコンを差し込みます。まだね新品なんで若干硬い、まあ
初回からスカスカよりはいいかなと思います。めちゃくちゃ固いわけじゃないですけどね。おー、懐かしのこの縦持ちが蘇りますね。やっぱこのメニュー画面はね、縦にならないんで、ちょっと大変なんですけど、操作が。ゲームが始まってしまってね、縦モードにしてあれば、そんなに難しくないですね。そんなにというか、これが正しい持ち方に変わります。ちょっとね、このシューティングをね、やってみたいと思いますけども。もうね、ちゃんと縦画面に設定しておきました。ゲームソフトのオプションかなんかで、この画面のローテーションがありますんでね、そちらで必ず向きを変えてあげないと、ほっといても縦にはなりません。あー、いいですね、やっぱね。何が一番いいかって、こう縦にすると、画面がでかいんですよ。どうしてもこう、スイッチの、まあ、スイッチじゃなくてもみんなそうなんですけど、今のね、ワイドテレビって横長じゃないですか。横長の、液晶で縦集をやると、えらいこう、ちっちゃいんですよね。こう、縦の画面が。でもこう、モニターというのかな。液晶を縦にすることによって、画面をね、大きく使うことができるようになりますんで、迫力が全然違うんですよね。まあそういった意味で、ちょっと比較しましょうか。左側、ね、縦モード。右側が、いわゆる通常の携帯モードのね、横モードになってますけど、シューティング画面がもう全然大きさが違うと思います。キャラもちっこいですよね、右側ね。まあそういった意味でやっぱりね、縦集で、画面のローテーション、回転機能、オプションでついてるんであれば、やっぱりこう縦モードでやってほしいなと思います。全然迫力が違うのと、まあ画面がね、大きいんで見やすいですね。まあ最近は正直、モバイルモニターなんかが出てきまして、非常に軽いので、簡単にね、縦画面っていうのがやりやすくなりました。まあ昔はブラウン管なんかね、とてもじゃないけど、ひっくり返すとかね、できなくはないですけど、まあそれ、画面ね、横にしちゃったら、今度テレビ見るときに、見れないじゃないかと、喧嘩になってしまうぐらいになっちゃいますからね。まあそういった意味で今は本当に縦集いい時代になりましたよ。でまあ簡単にこう、携帯モードでプレイするんであればこういったね、フリップグリップとか、今回の、縦持ちアタッチメントというやつを使うとね、簡単にできます。で、パッケージにはですね、縦持ち専用と書いてあるんですけど、ちゃんとね、テーブルモードも対応してますね。このね、裏側にですね、スタンドがニョキッと出てきますんで、まあそういった意味で、テーブルモード。まあ個人的にはあんまりこう、テーブルモードの意味があるか微妙なんですけど、ただまあ標準でついているっていうのはね、一つのポイントになります。3段階に角度の調整はできると。まあ縦置きしたかったらね、壁に引っ掛けてもいいし、通常の、なんだろう、スマホスタンドなんかで立てかけてもいいと思うんですよね。だからまあ絶対的なものかというと、絶対必要なものではないですけど、まあ標準でね、プラスアルファついてるっていうのは助かりますんでね。ということで、プロコンやりましたが、プロコン認識しませんね。おそらくこれ、ソフト側がね、ジョイコンをメインコントローラーに認識してますんで、動かないんですね。なので一度全部解除してから、今回こちらのね、プロコンをいわゆるワンコンっていうやつにしてあげればいいと思います。これで切り替わりました。もう一回押すか。はい、これでね、操作できるようになりましたよ。OK。あ、できますね、プロコン。プロコンというか、まあ、先ほどの縦持ち専用アタッチメントを、まあテーブルモード風にしてね、縦画面にしてプレイしてますけど、ちゃんとプロコンを使ってプレイができますね。もう一つのアドバンテージとして、充電しながらね、ゲームができるというのが新しいとこですよ。フリップグリップでは充電しながらはできませんでしたけど、今回はちゃんとね、充電コネクター付きになってます。
スイッチ本体も Type-C に接続されてますんで、まあ、このような形を取るとどうでしょう。ポチッ、ほら、充電マークついてますね。充電しながら縦画面プレイすることができるといった感じになってます。これちなみに当たり前ですが、ジョイコンには充電されません。ジョイコンは今無線でつながってる状態ですね。なので、あの、充電はされません。フリップグリップには充電機能はありませんね。完全に充電しながらはできないので、ここは一つ大きなアドバンテージになるんじゃないでしょうかね。こんな感じでテーブルモードでも手に持ってでも充電しながらね、プレイすることができるという、一つこうフリップグリップにないプラスアルファの機能と言っていいんじゃないでしょうか。さあ、ちなみに通常スイッチにも対応という言い方はちょっとねおかしいんですけど、両方ともフリップグリップ、今回の、縦持ち専用アタッチメントも通常のスイッチには当然対応してます。フリップグリップは有機 EL に非対応というだけなんですね。なのでご覧のように通常スイッチ、今回の縦持ち専用アタッチメントにも取り付けることができます。要するに付けられないのはスイッチライトだけと覚えておけばいいと思いますね。こんな感じで入りました。うん、ちょっとポチッと押してみましょうか。逆さですね。そう、フリップグリップと今回の縦持ち専用アタッチメントはスイッチのね、差し込む向きが逆なんですよ。なので、まあ普通両方使い分ける人いないと思うからいいと思うんですけどね。自分のように両方使ってると、ああ画面がひっくり返っちゃったなんていう現象は起きるかもしれませんけど、通常どっちか1個使ってれば起きません。で、実はね、こうちょっと余談なんですけど、フリップグリップってテーブルモードあるんですよね。ここに書いてあります。ここに差し込むと立てられるよという話なんで、ここかな？あ、ここちげえ。こっちだ。こっちですね。ここにね、刺すとこがあるんですね。若干出っ張りがあるんで、その隙にプシュッと刺すと、しっかりとはまりますんで、ここね、このように、立てかけられます。かなりしっかりとしてますんでね。まあこれ別にこのカートじゃなくても、似たような大きさの、そうですね、クレジットカードの終わっちゃったやつとか、キャッシュカードの終わっちゃったやつなんかもいいんじゃないかなと思いますけど。まあこんな感じで、テーブルモード、両方ともできるんですよね。ではですね、最後に取り外し方。まあ、普通に外せばいいだけです。ちゃんとね、ロックかかってますんで、ジョイコンのね、この裏のボタンを押しながらですね、これ押しながら外してあげます。えいと。まだちょっと硬いですね。で、これもロック解除してから、引っこ抜いちゃダメですよ。Type-C が、接続されてますんでね、しっかりと、カチャッと外してあげないといけませんね。はい、これで、バラバラに戻りました。はい、いかがだったでしょうかね。まあ、いわゆる縦持ち専用アタッチメント、アンサー株式会社さんから出ましたけどね。まあ、アーカイブゲームス、アケアカとかなんかにもね、本当に最適ですし、まあ、単品で出ている縦集なんかにも本当にね、画面がまず大きくなりますんで、携帯モードで使いたいという場合は、間違いなくいいアイテムですよね。今まではね、あの、フリップグリップしか選択肢がなかったという状況になりますけど、今回こうやってね、アンサーさんから縦持ち専用アタッチメントが出たことによって、まあ、手軽に気軽に購入することができるようになりました。さらにね、進化したバージョンになってますんで、まあ、いわゆるこう、スタンドがついていたりとか、有機 EL スイッチにも対応していたりとか、まあ、そういったね、アドバンテージがありますんで、いや、こうね、シューティングファン、縦シューファンには本当にたまらないアイテムといったところだと思います。
まあ、特にね、最近は本当にこう縦画面に対応したソフト増えてますんで、こういった需要があると思うんですよね。まあ、そういった意味でこう液晶モニターも最近は軽くてね、薄っぺらいんで、縦にしようと思えば簡単に縦にできる時代になりましたから、あのテレビモードでも縦にはできます。けどまあ携帯モードでやりたいわっていう人は、こういったね、あの縦持ち専用アタッチメントっていうのがあると非常に便利だと思います。お値段は2500円前後といったところでしょうかね。まあ手軽に買える値段じゃないかなと思います。ダイソーさんが出しちゃったらちょっとね、一気に価格破壊が起きてしまうかもしれませんけど、なかなかナイスなアイテムです。ではまた。